皆さん、こんにちは。こんばんは。ミキです。先日やっと兄貴をしばきましたけども。触手野郎リベンジで頑張ります。勝ちゃいいんだよ、勝ちゃ。俺の方が邪気だった。さて、うわ。うわ。危ないげもなく。ていうか、問題はこの後ですよね。触手野郎、触手野郎に勝てるんやろか。これこれ、毒吐き野郎がね、チンポ野郎がね、あ、来た。死んだ。お前もや。それはまあ一生懸命戦ってる時に出ますけどね。ソニックへ打とう。ガイル。お前の先祖はガイルやろ。あぶれ。うわ、黒手もでん。俺は分かんない。リアクションがでかいから、すぐこういうトラップにかかる。このチンポムカつくわ。なんとか潰さないんかな。背景とにばっかでへん。なんもなし。おチンポ上がるな。こういうできへんな。なんかもう半分、体半分、体力半分持っていかれてるやん。
ほら、食らってもうた。いや。てかさ、この突起がさ、やばすやん。この毒の耐性アビリティがあってもこんなにくらいやな。鳥野郎、鳥人間。避けたら食らうって来たで。こいつ意外とバカやな。縄張りがあるのか。てかチンポの位置忘れようんですけど。チンポ画面の外から撃ってくるやろ。使っちゃおうか。どっかにあるはずやもんな、古墳が。あかん。ちょ、弓矢。弓矢。出番見よ。
汚い真似しちゃう。ガスはなし。おった。ざまあ。もう全部倒した。ぽいね。うわ、まずい。で。まず一匹。こんなん連続で来ないとどうしようもないやんけ。あ、俺また来ると思うたやんけ。お前のせいや。よけよけよ。あんなとこにチンポあるじゃん。よける先がチンポ。なんかおるぞ。おった。そこにもチンポおるやろ。見なう。大丈夫やな。あの方チンポなんか。横から出んなよ。ハミチンやめてくれよ。ハミチンはみっともないよ。1900。ああ、ボンバーマンしたいけどな。弓矢がないときついよね。さりげなく横チンやんけ。横チンはみっともねえぞ。前の骨格じゃなくて、もうないんか。で、うろうろしてたら出られればいいの。ああ、そうやな。前の骨格に戻って、あ、でも。
時間の無駄でした。前ノック切り戻って、ため息吐くように毒を吐く。戻っちゃって。上にもなんかあるな。あれ吸いちゃった。自動生成マップへの悲しい画面ね。弓矢。うわ、何、何凍ってんのお前。嘘やん。なってしまってないか。めっちゃ苦労とやるやん。あのなしちゃわ。戦闘中やで。うわ。はっ。いや。はっ。いや。どうしよう、どうしよう。なんか下にもあるな。まあいいや、とりあえず、とりあえず。
うそーん。ボンバーと こいつ潰したいわ、ムカつくわ。前に進まれんのか。値段見え。さあさあさあ飛び降りる。あ、くそ飛び降りやった。体力回復しといてよかった。お前や、お前のせいや。おい、さりげなくチンポをやろう。おらおらおら、お前らチンポセットやな。本当にお前チンポの位置知っててあれやろ、俺攻撃戦ってやる。こら、こら見たら結構意地悪やね。来るで、うん、けんよ。
うわ、忘れてた。危ない。ちょっと休憩。どうしよう。暗闇にね、敵が潜んでる可能性あるからね。危ねえ、ビビった。やめて。調子こいてジャンプして、あぶね、食らってみやんけお前、食らってるやんけ。え、ちゃ、体力のほとんどはチンポに取られてるから。そう。
だ。お、ミッケ、ミッケだけど、もっと探索した方がええんやろうか、それでもどこ食らうから早めに行った方がええんやろうか。もっともっとなんかこの辺ありそうですよね。っていうか石板まだあれやね。でもまあ今回は無理でしょう。とりあえずボスがどんなもんだっけね。ありがとう。ということは相当強いのかな。特になさそうやな。ああ。なんか微妙やね。これで死んだらあれやね。終わるしかないよね。もうちょっとやな、もうちょっとばっかりやん。活性化いけるんや。活性化でもできるもんないわ。やっぱ帰る無理やな。マジっすか。うわっ、なんかバグってるし。何しようすんねん。聞いてないのか。え、聞いた。お、聞いてる。できない。いける？俺今どこや？ここか。ああ。なんか入ってる。うお、お前はアルタイプか。バカ野郎、ちょうどお前この前アルタイプやってるばかりだから。レーザー攻撃はいける。
やった！ R タイプ一緒でよかったわ。なんや、ということですわ。よかった。強者の証ってなんか出れましたね。あれで、あれかな、難易度がセレクトできるのかな、もしかして。難易度強者、こっちは初期武器出現率指数1から3、敵の出現内容変化、敵の能力と出現率が上昇、道中の宝箱の出現率上昇。ってことです。今日は大変疲れました、私。R タイプの下の話やん。ということで、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。